今から200年ほど前、突如発生した炎の大災害により、地球は火の海に包まれ、世界は大炎上、多くの大陸が消失した。同時に世界中で人間が突然燃え、炎の怪物、ホムラビトとなって暴れ回る人体発火現象が発生。生き残った人類は突如出現したホムラビトと人体発火の恐怖に怯えながら生きていくこととなった。シンラ、ホムラビトが出現したわ。30秒で支度して。はい。我々特殊消防隊の任務はホムラビトを鎮魂し、人々とホムラビトの魂を救うこと。そして一刻も早く人類を炎の恐怖から救い出すことが我々の使命だ。やっぱりマキさんすごいです。自由自在に炎を操って。そんなことないですよ。私は第二世代ですから、炎を起こすのに着火剤が必要ですし。ぎこちない笑顔を見せてみろ、悪魔。俺はヒーローになりに来ました。すごい、これが第三世代の火力。ひなくせんだよな、特殊消防隊ってのはよ。俺たちがこの人体発火現象を早く止めるんだ。行動開始。はっ。炎は魂の息吹、黒煙は魂の解放。こいつはほんのジョークだぞ。永遠の炎に帰せ。俺はヒーローになる。いや、ならなきゃいけないんだ。これが噂の悪魔の足跡か。大丈夫なのか。立てるなら自分で立て。ヒーローになるチャンスだぜ。ありがとう、シンラ隊。お母さん、ショー、悪魔。逃げるわけにはいかねえ。第八特殊消防隊、出動。知りてえんだろ、お前の母ちゃんと弟が死んだ火事のこと。お前が悪魔になったあの日のこと。炎は魂の息吹、黒煙は魂の解放。こいつはほんのジョークだぞ。